こんにちは。突然ですが、近年温暖化で騒がれていますね。温暖化が原因で色々な影響が出ている可能性がありますが、私たち一般人は、家電を買い替えることで CO2 の削減につながるかもしれません。家電には古いものから新しいものまで色々ありますが、当然古いのと新しいのでは消費電力など性能の違いは様々ですね。今回は、性能の違う2つの AI を作って、少しの違いでも長時間で見ると結果に差が出るのか、試してみたいと思います。ということで今回作りたい AI はこれ、お掃除ロボットです。黄色い棒がゴミで、ゴミを回収したら床が白くなります。AI の学習は同時に、複数で行い効率化します。置いてあるゴミは全部で400個、稼働可能時間があり、黄色いとこにタッチすると充電できます。ロボットは、こんな感じでレーザーを飛ばして、周りのゴミや充電ステーションの位置を確認します。まあ、実際のロボット掃除機は、こんな機能ないかもしれませんが今回は、作りやすくするためにつけました。しばらく学習するとこんな感じです。お掃除ロボット AI は、ゴミをゲットするごとに報酬をもらい、壁に当たると罰をもらいます。1分間経つとリセットするので、それまでにたくさんゴミを集めるように学習します。ただし、1分間経たなくても、稼働可能時間が経過したらリセットします。なので、電池切れになる前に定期的に充電することも、学習できないと報酬は増えませんね。稼働可能時間を変えた2つのお掃除ロボット AI を学習させて、ゴミの取得数と充電回数の違いを比べてみたいと思います。ということで学習させました。出来上がった結果がこちら。早送りで見ていきますね。途中でしっかりと充電を挟みながら掃除していることがわかりますね。素晴らしい。やるたびにルートや充電する回数も若干変わったりします。ちなみにこれは稼働可能時間24秒です。こっちは稼働可能時間を 19.2 秒にして学習させました。電池切れになるのが早いので充電回数も増えていますね。掃除ルートも変わってきて面白いです。それでは、この2つのお掃除ロボット AI を並べてみてみましょう。繰り返し掃除をしてもらい、取ったゴミの数と充電回数を比べます。稼働可能時間は 20% 違います。では、早送りで見ていきます。両方とも電池切れになることもあったりなかったり、充電回数も毎回変わるので、長時間観察して比べてみましょう。ゴミの取得数はそんなに変わりませんが、充電回数はどんどん差が開いてきましたね。ゴミの数は変わらず、充電回数は 1.7 倍くらいの違いに落ち着いてきました。今回の AI では、稼働時間が 20% 違うと、充電回数が 1.7 倍ほど変わり、長期で見ると電気代にも結構な差が出そうですね。普段使っている家電も場合によっては、新しくすると同じように長期で見ると電気代に差が出るかもしれませんね。はい、いかがだったでしょうか。今はね、ちょっと簡単な AI みたいなものを作って、実験してみたんですけど、家に置いてあるね、冷蔵庫とかエアコンとか、結構電気を使うものは、消費電力のね、ちょっとした差が、年間にすると結構電気代とか変わってきたりするので、もしね、古いものとか使ってたら、新しいものに変えると、長い目で見るとね、得する可能性があるので、買い替えを検討してみてはいかがでしょうか。で、その時に参考になる、統一省エネルギーラベルっていうのがあって、星の数でね、省エネ性能を表してるんですけど、それのね、星が多ければ多いほど電気代も安くてエコなので、まあその、統一省エネルギーラベルっていうものを参考に買い替えを検討してみてください。それでですね、今年の11月1日から、来年令和3年の1月31日までの間に、9都県市内、東京、千葉、埼玉、神奈川の人が、エアコンか冷蔵庫を買い替えた場合ですね、今回ちょっとね、企画でやりやすかったんで、お掃除ロボットを作ったんですけど、まあこれは対象外なので勘違いしないようにお願いします。エアコンか冷蔵庫を買い替えた方を対象に、抽選でね、商品をプレゼントするキャンペーンを実施するみたいなので、詳しくは概要欄を見てみてください。まあそんな感じかな。うん。じゃあ、今日の動画はこれで終わります。